皆さん、こんにちは。森口でございます。日本株不足を今日もよろしくお願いします。今日は8月の5日月曜日で相お題がこちら。 日本株崩壊ということで話をしていきたいと思いますもう本当に見るたんびにびっくりしてました今日はまさかの4451円12.4%の下落思わず声も枯れてきております詳細は後ほど見るとしまして個別銘柄もすごいことになってましてちょっと大型株中心に三井住友フィナンシャルグループディスコトヨタ JT アバントグループと見た上で指数の売買成力冷やしになってますが 週足で見ようかなな、えー、そんな形でちゃんと見ていきたいと思っておりますしうことで、このチャンネルではこういった形で終わったばかりの日本株の振り返りを毎営業日の夕方5時で入れております。必ず毎営業日やっておりますので、ぜひほぼ日日本株速報チャンネルのチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは早速今日の振り返りを見ていきましょう。はい、今日の日本株ですが、もう本当に見たことのない数字が並んでおります。 それぞれが10%を超えていて日経金株価4451円ですで先物とかだと5000円超える時間帯もあったということですからでサーキットブレーカーも2回発動しているので、まあ、本当に市場がぶっ壊れたと言っても過言ではないのかなというふうには思います、まあ、きっかけ、いろいろ噂レベルであるんですけど、まあ、間違いなく言われているのはこの先物アメリカ株先物の,の下落ですね 世界の株がもう全体的に下がってますからなんか日本は日本で追加利上げがっていうタイミングだったんですけども全世界で株が下がってきてるっていうところに、まあ、追加利上げも重なって日本株が特にひどい動きにはなってるることは事実なのかなと思いいますは行、い、種別ランキングも見事に真っ赤ですね、ここまで真っ赤なのは正直見たことがない、ここの赤かさがすごいですよね。 3日連続で全業種下落っていうのもなかなか見ることがないなと思いますし今日はやっぱ保険銀行がねここまで下げてしまうっていうのは本当にもう見方が全部変わってしまったんだなって感覚を持っています売買代金ランキングを見ていきましょうトップがレバレッジ ETF2 位に三菱 UFJ17 パー安とかねレーザーテック東京エレクトロンこの辺も17パー18パーとかありますねディスコは途中でストップ安になっちゃったんで売買代金少なめですけどストップ安三井住友もストップ安 いやこのクラスでストップ安とか連発されても,もう何していいか本当に個人投資家としては分からないレベルにははなりますよね、はいクローズ250指数の売買だけランキングですがトップがカバーですけどもあのー、すっごい少ないです。 全体的にめちゃくちゃ閑散としてるっていうイメージですね。でいて下落幅がこれなんで、まあ、やっぱこっちも買えないですよね、大型株あれだけ下げてるのに、小型株買おうってならないですもんね、まあ、その中で買いが入らない中でリスク回避の売りは出るんで、まあ、飽きない閑散としてても、非常に下がってるという形なのかなと思っています。 それではは個別銘柄を見ていいきまましょう、はいま、ず三井住友フィナンシャルグループなんですが株価はストップ安しておりまして、ね、これがやっぱサプライズでしたねっていうのは8月2日金曜日に決算発表してるんですよね。 経常利益49%増益で着地ということですから決して悪い決算ではなかったはずなんですねですが、まあ、今日のこの材料にもあります三菱 UFJ が一時20%を超す下落アメリカの景気後退懸念でアメリカの長期金利が低下日本の長期金利もものすごい下がってるんですよね追加利上げ自体は、ね、銀行の収益改善にとかって言われますけどもやっぱりもう景気懸念で いや日本の長期金利はここまで下がってしまうと、まあ、もう本当に見通しが変わってしまうんだなということがよく分かりました。はい。三井住友フィナンシャルグループの冷やしチャートはこのような形になっていて、で、こう本当にだって、2営業日前までほぼ年初来高値付近にいたわけですからね。それが今もう200日移動平均線の下にいるわけなんで、 これはしんどい動きだなと思うので、メー銘柄も全部チャート分析、こんな感じになってますからね、もうテクニカル分析のしようがないっていう形にはなってるのかなと思います。で現状の PR は10倍まで下がったんですけど、やっぱ信用倍率11.52倍と高かったので、まあ、こんなになるともうどうしようもなく売るしかない、まあ、強制決済とかね、前回のところでも入ってたかもしれないですけど、三井住友フィナンシャルグループだけでなく、他のメガバンク、地銀も全部こんな感じで下げてるので、 非常に個人投資家にとってはこうかなりしんどい形になっているのかなと思います。で、当然ディスコとかも同じことが起きていると思うんですよね。 えー、ディスコでストップ安15.7%、まあ、終わり値の基準でね15%でストップ安になったりとかものによっては 18%20% とかってことになることもあるんですけど、まあ、ディスコはたまたま15.7%でもストップ安になるしかなかったって感じだと思いますなんか特別個別に悪材料が出てるってことはありませんけどね,ねアメリカ株金曜日にはねインテルが26%安と記録的な下落を見せるっていうことですこれもすごかったですけどもうどうしようもないですね リスクも加わりということなんで、お衣装を相次ぐという形になっております。はい、ディスコの冷やしチャートはこのような形になっていまして、七月十一日六万八千八百五十円を拝んでいたその株価が三万七千六百円ですからね、もう本当に信じられない。半分まではいかないですけども、約半分というところまで来て、まあ当然強制決済とかも絡んでストップ安張り付いて、今日も売り切れてない投資家も多いんじゃないかなというふうには想像します。で、もう二十五日や七十五日のデッドクロスも出てます。 からね信用倍率もそこそこ上がってきていたところなのでおそらくちょっとまだ需給的に戻れるイメージは持てないかなーって感じはしますトヨタ見ていきましょう13.66%の下落ですねこっちはこっちで円高でってことですよねまあ、円高全体もですね輸出企業を含めてかなり厳しい結果になってきていると思うんですけど142円台っていうのは、まあ、日本企業の想定為替レート全体のを割ってますよね。 でことは輸出企業の方が多いんですけど輸出企業の業績は上振れ懸念も全部帳消しになったむしろ下振れ懸念も出てきているっていうところなんでそれは売りにつながるっていうのは分かるんですけど1日でここまで織り込むっていうのはねなんかまだその先を見ているようなそんな感じはしますよね。 トヨタの冷やしチャートはこのような形になってましてもともと年初来安値県にいましたけどもここまでまあ同じように下げてしまうなんか高値県にいたから下げが限定的とか安値県にいたから下げが限定的とかなくもう今日は全部が売られてるんですよねだからもう説明のしようがないっていう形ではあるかなと思いますで今日はおそらく信用改ざんそんなに入っていないとは思うんですけどある程度改ざんで損切りが消化されて 需給が改善してでその後まあそのこの混乱がある程度落ち着くような何かが出てこないとちょっと下げ止まるイメージっていうのはなかなか持てない感じはするんですよね続いて JT を見ていきたいと思います JT も8月2日に決算発表を行っておってえ今期最終を4%情報修正してるんですよね,ね情報修正してもね翌日翌営業日の株価がストップ安 に近いところか、もう1。速ペーストップ安で張り付いてる時間帯もありましたからね。非常に弱い展開となりましたと。とで、第2四半期の決算発表で。 売上高12.7%増営業機4.6%増プラス情報修正も出してきて経常益の予想を出していないので進捗率を出せてはいないんですけどもそんなに悪くはないとは思うんですけどもね、まあ、これでいて一時ストップ安まで売られているという状況でございます、はい、JT の冷やしチャートはこのような形ですやっぱまあ配当銘柄でねこんな形で底堅く常に上昇トレンド維持しながら動いてきたこの銘柄がここまで崩れていくっていうのは非常にこうもう何買っていいかわからなく なってきましたよね半導体買っとけばとか高配当買っとけばとかバリュー株買っとけばとか銀行株買っとけばとかも全部今日は打ち砕かれているのでさすがにもう打ち手なし買いは入らずっていう形だと思っていますただ、まあ、JT のような配当銘柄に関しましては配当利回りだけは魅力的には見えますが需給が重たそう,うん配当利回り以上に株価で損しそうな今状態になっているような気はするんですけど 注意してどこかで少しずつ買いを入れていくっていうタイミングには入ってきてるんじゃないかなと思いますけどもね最後にアバントグループ見ていきたいと思います今日はプライムの中での値上がり率トップということになりましたので一応見ておきたいなというふうに思いました日中ここまでね株価が維持できたのは本当にすごいなというふうに思いますよね連月会計ソフトを開発している会社ということですね決算発表の内容を確認していきますはいアバントグループなんですけどこれは本決算ということになりますね10期連続で最高益を達成しましたよ っていうところと今回の予想がこんな感じか2桁の増収増益 ということだったので結構強いいいかなという,ふうには思いますねで25円の配当金ということですから配当利回りは1.75%、まあ、めちゃくちゃ強いってわけでもないですけどこれは一応売りも出ないけど買いも入ったっていう形なのかもしれませんねはいアバントグループの冷やしチャートはこのような形になっておりましてまあでも昨日おとといぐらいまでにね何かこう,こう決算を出して上がってた銘柄も今日は崩れてることを考えますと今後のもしかしたらこの上下ラ 工芸の中にも、またこの銘柄も飲み込まれてしまうのかもしれませんがトラックレコードとして これだけの大暴落相場で上昇したっていうトラックは非常に心強いなというふうに思いますけどもねちょっと明日以降注目できるんじゃないかなとは思います PR15 倍でハイ取りマリ1.75%信用倍率は61.73倍ちょっとなんか買いづらいような感じはしますけどもね、まあ、今日の上昇銘柄としては押さえておいてくださいはいそれでは指数を見ていきたいと思うんですけど今日週足で見たいと思います週足といっても月曜日なんで日足のローソク足とこれは一緒ということですね 冷やしで見ると崩れすぎてて何がなんだかよくわからないので週足の雲を、ね、サポートとして聞いてくれればいいねって今日朝話してたんですけど嘘だしょってまさか1日で割れちゃったんですねっていうそういうことでございます RSI も、ね、週足ベースで見て29ですからねだいぶ売られすぎですよね。 ですが、戻るかどうかはまだちょっと何とも言えず米国株、先物は下げてますからねちょっと怖いですこちらトピックスですね、今日12.23%下げましてそして雲の上から雲の下までローソク足だけでぶち破る、いや本当に一日の動きとしてはもう見れたもんじゃないですよね。 RSI も30割れている状態ですが、まあ、弱いとしか言いようがないそういう形になっていますまたグロース250指数に関しましてはこちら500ポイントも割れているので、まあ、算出以来の安値って感じなんですがこのチャートだけで見るならば2013年ぐらいまで遡るともうちょっと下があるって感じですけどね、まあ、もうどうしようもないですね、えー、こ,れもうこればっかりはまだ買いが入るという状況にはなっていないので、まあ、リスク回避の売りが出やすいタイミングになっちゃうと、まあ、売られるしかないんだと思います 週足のままアメリカ株も見ておきましょうニューヨークダウは先週陰線をつけて転換線でという形ですただ先物若干下がっているということで基準線維持できるか注目してみましょうサンドー5 0 0もちょっと先物下げてますよねこちらはまだそんなに崩れているってわけじゃないんですけどね ただ、心配なのはやっぱナスダックですかね、こちらが先物で、まあ、基準線先週の時点でもう割れていて4、4%近く下げてましたよね、ですから、まあ、本格的にアメリカ株も下落相場入りになってきたのかなというふうにも思いますし、でもうすでにですねナスダックはね高値から11.18%、高いところから安いところまで取った状態ですけど、下がってるんですよね、まあ、こっちも調整局面入りに入ったということなのかもしれないですよね、そこはちょっと警戒しておく必要はあるかなと思います。そしてラッセル2000で これは冷やしで見ていただいた方が分かるんですけどダブルトップっぽいんですよね、完全に、ね、ダウもそうなんですけどちょっとやっぱまずい相場になってきてるよなというなとう思いますので、まあ、ひとまず今夜のアメリカ株をしっかりとチェックしておきたいと思います。 はい、といととうことで今日は日本株崩壊ということで、まあ、1日の値動き、値幅としましては本当に僕も見たことがないような動きでしただからコメントのしようがないっていうのは正直なところで、まあ、朝見て1000円安ぐらいならまあなんとかっていうふうになんとかとも思わないんですけど途中で2000円になって3000円になってね、まあ、3000円はきついなと思ったら 4000円、5000円、先物は5000円とかを見ましたからね、いやもう信じられないといった形、言葉も出ないようなそんな下落にはなりましたけども、ここがそこであるという自信がやっぱ全然持てないんですよね、だからこそここまで下げてるんだと思うんですけどね、そしてこれです、リーマンショックですとかリーマンブラザーズが破綻しましたとか、なんかそういう分かりやすいなんかショック安が起こりそうな材料が明らかになっているわけでもなく、ここまで下げるっていうのも。 追加利上げですっていうことでもないような気はするんですけどねもっと複雑に何かが絡んでいるような気がしてなりません、まあ、その実態がしっかりと把握できるまではあまりリスクを取りすぎないようにはしておきたいなと思っていますでは今日もお知らせを入れさせてください個別銘柄をとことも分析するマガジンなんですが毎週金曜日更新で分析記事をアップしておりますで、えー、先週金曜日は緊急企画として大荒れ相場対策の長期投資戦略について解説をしましたでこの続きをね今週やりておきたいかなと という風に思ってますのでよかったらぜひこちらの記事読んでおいていただけるといいかなと思います月額900円初月は無料のノートのメンバーシップを使ってやっておりますよかったらチェックしておいてくださいでは今日の感じで終わってきます今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンとまた明日以降もこのような形で夕方5時目標で頑張って更新していきます明日も聞いていただける方はぜひほぼ日日本株速報チャンネルのチャンネル登録をよろしくお願いしますそれではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさようなら